この切り取りが伸びたおかげで今の私たちがいると言っても過言じゃねえもんな。まあ、私たちも3週目だし、さすがにあの伝説が蘇るようなことはないけどね。おう？だいぶ順調じゃねえかこれ。ごめん滑ったわ。待ってまずくない？大丈夫だ、あの頃の強運を信じ無理だ。説明しよう。突如始まった罰ゲーム縛りバニーマンとは、私たちの苦しむ姿が大好物の視聴者さんをもっと楽しませたいという純粋な気持ちから始まった鬼畜企画である。今作のルールは至ってシンプル。一回死ぬごとに罰ゲームを受けるべし、一度死ぬごとに罰ゲームが書かれたルーレットを回し、見事に引き当てた罰ゲームを執行するという、うぶ主も何かに目覚めそうな企画である。なお、罰ゲームはコメントからランダムで選ぶものとし、人参縛りは行わないものとする。さあ果たして彼女たちは無事に完走することができるのか。地獄の鬼畜ゲームの始まりだ。さてやってきました、罰ゲーム縛りバニーマンのお時間です。さて本日のコンディションはいかがでしょう。解説役のマリサさん。本日もいいバブリよりですね。最悪じゃねえか。うっぱ懐かしい雪ステージ、ひとまず肩ならへんのがバコイシャバト。準備運動の感覚で私を殺そうとするなぁ。うっし、一面早くもゴールだな。このステージはまだ5面までは序の口よ。ガリガリ君が出てからが本番だ。そうだマリサ、ここは私から一つ提案がある。断る。ガリガリ君に備えて今のうちに強力プレイ練習した方がいいと思うんだ。だって私の声届いてないのかこのハーゲ。やっぱ聞こえてんじゃねえか。私の意見無視するてめえが悪いだろ。バッケロさてさてやってきました、罰ゲームのお時間です。今回のラインナップはこちら。今回も体を張るものから黒歴史暴露など幅広い罰ゲームが揃っております。足つぼ好きだなおい。それでは記念すべき1回目の罰ゲームへ。一発目なのでまずは肩鳴らし程度の罰ゲームが望ましいですね。両子全身全霊をかけて視聴者全員爆笑させてやっからな、覚悟しとけ。このお菓子お菓子わあ、見てマリサここ覚えてる？確か上に人参があって取るのに苦戦したんだよな。そうそう、でも今回は人参縛りはないから安心して滑れるね。私も、ほいとんかっと、ほいとんかっと、ほいとんかっと。はいはい、恒例の昆虫食ですね。今回も前回同様ミステリーパックさんに頼らせていただきました。カブトムシを経験したおかげかなぜだか私なんでもいけるような気がしてます。みんなも昆虫食食べるときはまずカブトムシで体勢をつけるんだぞ。なんだそのアドバイス。さて肝心の昆虫の方ですが、やったー、バンブーワームだー。きたこれ絶対昆虫食の中じゃ当たり枠でしょ。もうカブトムシ食った後じゃなんでも美味しそうに感じちゃう。うお、感触これ小魚だ、期待できるぞ。それじゃいただきまーす。想像以上に食感がバンブーワーム。おろろ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 、私から10メートル離れろ、絶対近づくなよ。そんな人動物みたいな扱いしてマリちゃんかなち。やっかましいバグという名の動物背負ってんじゃねえか。あらー、私の中の人の話です。中学生時代、親戚から5万円のお年玉をもらい、どうしても友人たちに金持ちマウントを取りたかった私は、かばやきさん太郎を大量に購入して、ああ俺金持ってっから俺のおごりなっつって周りに配ってました。金配りおじさんの元祖か。うっぱアップねー。だからなんでてめえはそんなくっついてくるんだよ、うっとうしいわ。おいおい、私たちこの縛り始まる前に約束したじゃねえか。私たちはどんな時もずっと一緒で、もし一緒に死んでカブトムシいたら一緒に半分こして食べようねって。あつこか。はい、12ステージもクリア。なあ私だけ取り残されてるんだが、いつものことだろ気にすんな。よし次のステージは死亡最速 RTA 目指してんのかてめえは。ランダムアマゾン来ましたか。さてこちらの罰ゲームについて説明します。こちらはアマゾンで特定のものを購入するというシンプルな罰ゲームとなっています。まずそれぞれのジャンルが書かれたルーレットを回し、その後当たったジャンルの売れ筋ランキングまで移動します。するとこの売れ筋ランキングには100個の商品が表示されているので、1から100までの数字をランダムで選び、当たった数字の商品を購入するというものです。ただ一部のジャンルはあまりにも高額すぎたため、ルーレットから除外とさせていただきますのでご了承ください。それでは早速参りましょう。ルーレットスタート。いいやうち、ペットカットランカットラン。お、73番目。こいつはなかなか良さそうな数字じゃない。さあ運命の瞬間です。頼む今月金欠なんだ。1000円以内で収まってくれ。あーわー、犬のおやつが届いたぞー。よーし今から犬飼ってくっか。そのままの勢いでステージ13もクリア。そういやこのステージはあまりバグと遭遇しねえよな。さすがのバグも寒さには耐えられなかったんだろ。なんだつまり私の中で冬眠してるってことか。そのまま一生冬眠してろって言っといて。おい私の中のバグ一生寝てろだってさ。いやなんだってさ。待ってどこに埋まってんのそれ。いで死ぬ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 、霊夢寝てないで助けてくれ。無理地面に埋まる場所もう少し考えてから生まれて。うっぱアップな。おい霊夢、私この攻撃エリアの攻略わかったぞ。それは一体動かなければ安全にクリアできる。そんなあったりめえな学び2年前には気づいて欲しかったな。鈍感なマリちゃんも可愛いだろ。視聴者に向けたファンサービスだ。視聴者よりまず私の心を優先してよばか。はい、ステージ15に突入しました。何してんだ私。順番的にここ開いたらご対面になると思います。ふう、そんじゃ気合を入れて、はじめまして白霊霊夢です。何これ。これ鍵盤ハーモニカの吹くところですね。エアーで練習しろってのかごら。へいへいへい、そこのバナナ、果たしてここを飛び越えられっかな。バカ野郎、私たちで争ってる場合じゃねえだろ。もっと私を信じなさいよ。どんなところだって自覚しろよこんのクソバナナ。ということでアマゾンで売ってたパイ投げセット一通り買ってきました。でも私はてっきり新品のパイ投げセットが届くとばかり思ってたのですが、めいっちゃ誰か使った後ある。お前一体何人の顔面を犠牲にしてきやがった。
ということで無事準備ができました。汚れてもいいように白衣の下に弟が着てた部屋に起きてるので安心してパイ浴びれますね。それでは深呼吸して行ってきまーす。あれこれどうやって動かすんだ。はい、ステージ15も難なくクリア。おー、上に行ったかガリガリ君会いたくなかったぜ。頭が、おい落ち着け過去に囚われんな霊夢。そんなフラッシュバックを切るほど何十回も死んでねえだろここ。いいか、ガリガリ君で移動中は妨害なしだかんな。さすがにここでも妨害し合ってたら終わりが多い。いきなりルール破ってんじゃねえぞ。やっべえ、このままじゃ間に合わず串刺しになっちまう。おーおー、間に合え。ふうギリギリセーフだぜ。なんで生きてんだよてめえ。おいおい、このステージこんなガリガリ君多かったっけか。でも確かそのガリガリ君で最後だったはずだよ。さっきの仕返し。バーカバカバカバカ、ここで置いてかれたらさすがに積むって。おー、ダメだ、諦めるな、届け。いやー、飛びすぎたー。一人旅行で箱根に行ってた時の話です。突然前から歩いてきた二人組の男性に、おい七門と声かけられて、もしかして私の知り合いかと思って、おう久しぶりつって手を振り返したら、呼ばれていたのは私の後ろにいた同盟の方でした。あまりに恥ずかしすぎて幻の4人目として同行してやろうかと思いました。オッケーガリガリ君クリアっと。そのままステージ16クリア。オッケーガリガリ君掴んでっから慌てなくていいよ。あらららららら、なんだこのガリガリ君めっちゃ滑るんだけど、ちょ早くマリサも捕まえるの手伝って。よし来た、任せろ。そこそれガリガリ君ちゃう、私の腹や。いやーガリガリさーん、待ってなんだってこの先。ガリガリ君使わなきゃ進めない場所なら私たち積んでない。大丈夫だ霊夢、私たちにはあの手があるだろ。おいまさか、早く一番霊夢ぞー。待って待って、タイムタイム、はい、そうだ思い出。いろいろハプニングはありましたが、ステージ17クリア。ステージ18も死ぬことなく一発クリアしたぜ。あらあら、前方におはりさん発見。今日も素敵な尖り具合ですわね。よほほほほほほほ。おい、この短期間で何があったんだよ。高級住宅街の奥様でも用意しとんのか。あーそこそこ気持ちいい。目を覚ませばはやろう。あなたが神か。はい、ステージ19もクリアしました。おっと、ここはさすがの私でも覚えてますよ。ここの切り取りが伸びたおかげで今の私たちがいると言っても過言じゃねえもんな。まあ私たちも3周目だし、さすがにあの伝説が蘇るようなことはないけどね。おい、だいぶ順調じゃねえか。これごめん滑ったわ。待って、まずくない。大丈夫だ、あの頃の強運を信じまりさー。なんでさりげなくて目は生き残ってんだよ。まさかアマゾンで工具調べる日が来るとは思わなかった。てかこれ大丈夫か。鍵盤ハーモニカはまだわかるけど全然意味わかんない道具ばっかだぞ。まあ高くなければ何でもいい、頼むぞ神よ。待って、本当に何これ。どうやらこちら第二種電気工事士技能試験用のマルチツールみたいですよ。私に第二種電気工事士技能試験受けろってのか。よしよし、今回はうまくいったね。まさか2回目で成功するとは思わなかったぜ。ということで無事雪ステージも全て攻略完了です。人参縛りしてないとこうもあっけなくクリアできるのか。というわけで今回はここまで。さて残すエリアも2つとなりましたが、どうしても今までと比にならない難易度になるため30回は軽く死ぬと思います。なので次回から丸回死ぬごとに罰ゲームという形式を取らせていただきますので、よろしくお願いします。というわけでここまで、次回もまた見てね。今日の質問さん、バナナは友達に入りますか？人の感じ方次第だと思います。